おはようございます。あ、おはよう。寒いっすね。ほんとだね、日に日に寒くなってくるね。あら、まことくん、またコンビニのおにぎり。ダメだよ、若いんだからちゃんと食べないと。あ、温野菜のサラダあるから食べな。あ、いいですよ、遠慮しないの。いつもすいません。さくらさん、ほんといい奥さんですよね。俺もいつかさくらさんみたいな人と結婚して助けてくれ。どうしたんすか。旅行に連れて行かれそうなんだよ。子作り旅行。いいじゃないですか。どこがいいんだよ。子作り旅行だぞ。ニューポートセックスしに行くんだぞ。ああ、口にしただけで寒気がする。そういうもんすか。当たり前だろ、結婚して6年だぞ。何が悲しくて。ニューポート、まあ、童貞のお前には分かんねえか。とにかくあいつに何か言われたら仕事が大変だから困るって言ってくれよ。はいはいはい、はい、お待たせ。あ、すいません。じゃあ、いただきます。どうぞ。うまっ。これめちゃくちゃうまいっす。よかった、うん、ドレッシングに使ってる野菜も全部無農薬だから安心して食べてね。はい。あ、そうだ、まことくん、来月の20日頃なんだけど、北見と旅行行ってきちゃダメ？いいっすよ。本当に？はい。でも今抱えてる仕事大変なんでしょ？いや、全然。そうなの？はい、もう俺一人で全然余裕なんで、もうゆっくり行ってきてください。ありがとう。じゃあちょっと行ってくるね。はい。電話鳴ってるよ。ねえ、出ないの？どこ行くんだ。待てばここ。ちょっとしゅんちゃん。待てって言ってるの聞こえないのか。しゅんちゃん、電話鳴ってるってば。おはようございます。今日も寒いっすね。お前どうした？今日日曜だ。ちょっと、やだな、言ったじゃないですか、今日は朝から撮影だって。そうだ。そうですよ。あいつ立った。え、どうですか？いや、いいんだ。あ、そうだ、会ったといえば昨日すっごく可愛い子に会ったんですよ。いやね、俺の前歩いてた子が手袋落としたんで拾ってあげたんですよね。もうすっごい可愛くて、もう一瞬帰すのためらっちゃいましたよ。で、え、それだけです。前から言ってるけど、人に話しかけるときはリアクションのできる話しろよ。お前の話はへーとかふんとか言うしかねえんだよ。すみません。可愛いと思ったんだよ、電話番号の一つに。あ、そうか。あ、そうかじゃねえ。なんで聞かなかったんだろう。そんなことだからお前はいつまで経っても童貞なんで。すんません。別に謝ることはねえよ。で、今日は何の撮影だったんだ。宮藤です。宮藤？スーパーですよ、ほら、あの駅前の。これ、店長さんにもらったんです。で、来週は卵とティッシュペーパーが特売なんで、まとめ買いしときますね。やめていいんだぞ。え？なんなら事務所紹介する。リストラですか？そんな、もう何ヶ月も給料払ってねえだろ。あ、とっくにクビだったんすね。バーカ。違うよ。善と誘導の若いのがこんな事務所でスーパーのチラシや通販雑誌の写真撮ってる場合じゃないだろって言ってんだよ。結構楽しいっすよ。北見さんも一回どうすか。遠慮しとくよ。ごめん、エッチ中止。え、バレちゃったんだ、かみさんに。亡くなったんでしょ。それが生き返っちゃったんだよ。信じられない。ああ、写真ならこっちに撮ってもらえよ。俺より出世するぞ。最低。ちょ、いつまで見てんのよ。すいません。あの、何？電話番号教えてください。北見さん、お腹空きませんか？ああ、食ってこいよ。俺なんか作りますよ。ここんところくなもん食べてないっしょ。いいよ、どうせ食欲ないから。ダメですよ、ちゃんと食べないと。カミさんみたいなこと言うなよ。すいません。いちいち謝んなよ。だからお前ダメなんだよ。何でもすいませんって言ってりゃいいと思ってんだろうけどな。
そんなやつにでかい仕事頼もうとは誰も思わないよ。誠、はい。お前これ欲しがってたよな。あー憧れっすね。俺もいつかそういうので撮ってみたいっす。何が？え？俺も使わねえからさ。いや何言ってんですか、もらえませんよ。遠慮すんな。いや本当にもらえません。俺なんかにはもったいないですからね。もしもし。あ、はい、そうです。あ、すいません。はい、お待ちください。はい、お電話かかりました。いやどうもいつもお世話になっております。はい、すいません。はい、すいません。明日にもわかりますんで。はい、はい。あ、2時ですね。2時。はい、はい。はい、わかりました。それでは、はい、失礼します。ちょっとタバコ買ってくるわ。あ、いや、俺行きますよ。いいよ。誠！お前ら、財布だ。通った。え？通ったの。一次審査合格したの。お前ら、いつの間に。いや、ほら見て、合格って。本当だ。本当ありがとう、誠のおかげだよ。いや、俺は何も。あ、先生にもお礼言わなくちゃね。誠に合わせてくれたの先生だもんね。写真撮ってやったんだ。あ、見る？いい写真でしょう。ああもう走ってきたから喉カラカラ。あ、先生お水もらっていい？どうぞ。あの子に先生って呼ぶのやめろって言っといてくれや。ちょっと入ってくるわ。はい。あれ先生は？タバコ買いに行った。北見さんが先生って呼ぶのやめてくれって。え、なんで？まああんまり最近仕事してないからじゃない。でも有名人なんでしょ。先生と会った店のバーテンさんに聞いたもん。昔はアイドルのグラビアいっぱい撮っててテレビにも出てたって。いやあんなのただの金稼ぎでやってただけだよ。そうなの？北見さんは最初に撮った写真集がすごかったんだよ。もう日本中の家族を撮ったんだけど、もうあんな表情撮れる人他にいないんだよ。もしかして怒ってる？電話しようと思ったんだよ。でもすごい忙しかったの。オーディションもいくつかあったんだけど、バイトが超忙しくて先週なんか毎日入ったんだから。そう。あーね、怒んないでよ。誠に一番に知らせたくて飛んできたんだから。別に怒ってないよ。大丈夫？本当？うん。じゃあチューして。え？チューして。いや、質問に答えなさい。今何してたの？いや、ちょっと銃を。ちょっと銃を。すいません。あのね、ちょっとってのはそういう時に使う言葉じゃないの。例えばね、喫茶店でミルクティーを注文したり、レモンティーが来た時、ちょっとうちの玄関先でね、立ちションしてるガキを見つけた時に、ちょっと海で溺れたらつけを呼ぶ時に、ちょっと溺る、ちょっとって。今はこれを。いや、来たみたいな。タバコ買いに行きました。なんだ、せっかくいい話持ってきてあげたの。そうだそうだ、忘れないうちにこれ。あのね、これ北見ちゃんの好きな筑前煮、それからね、マコルちゃんの好きなハスのきんぴらよ。うまそう。うまそうじゃなくてうまいの。私がね、愛を込めて作ったのも美味しくないわけないじゃない。何よ、おかま見たことないの？誰？あのね、人に名前を聞くときは自分から名乗るもんよ。あなたに聞いてません。なんか言った？はい、紹介します。こちらは、文ちゃんです。もうすぐ、コキです。コキって何？あら、あんたそんなことも知らないの。若いって罪よね。文さん、こちらは、吉田蘭子ちゃんです。蘭子、まあ、なんて可愛い名前なの。どうも。本名は？本名よ。あ、でも水商売やってるでしょう。なんで知ってんのよ。わかるのよ、匂いで。文さんもお店やってんだよ、2丁目で。2丁目？ゲーバーよ。ああ。
女の子も入れるから今度いらっしゃいよ。お金があればの話だけど。せっかくですけど私オカマって嫌いなんです。なんこちゃん、いいのいいの、まことちゃん、私ね差別されるのって大好き。だって差別されなきゃオカマやってる甲斐がないじゃない。それにね、私も女って大嫌いだから。じゃあなんでそんな格好してね、女になりたいからでしょ。葵はね、女になりたいからって女が好きとは限らないのよ。わけわかんない。そうでしょうね。ところで誠ちゃん、まさかと思うけどこの子と付き合ってんじゃないでしょうね。ね、なんで黙ってんの。誠もそっちの人。違うよ。ちょっと今呼び捨てにした。彼氏のこと呼び捨てにして何が悪いのよ。彼氏、運命的な出会いだもんね。会ったその日にしたもんね。大丈夫ですか。口さえ芝居。お黙り。まったく信じられない、こんなバカ女に大事な童貞捧げちゃったなんて。うさ、童貞。あら、気がつかなかったの。だから女って嫌よね。自分さえ受けるあとはどうだっていいんだもん。本当に初めてだった。もう言ってよ。言う暇なかったんじゃないの。あったその日にやっちゃったんじゃねえ。これじゃ雪吊りと変わんないわね。雪吊りって何の。あれ雪吊りも知らない。じゃ あ砂吊りって何か知ってる。あ、じゃあじゃあじゃ あ板吊りは。じゃあじゃあじゃあ線吊り。知らないわよ。知らないから何だって言うのよ。あら、開き直った。年取ってるからって言わないでよね。年取ってるってことは私より早く死ぬってことなんだからね。絶対だな。絶対私より長生きしなさいよ。もしも先に死んだら承知しないわよ。文さんなんてね、あんたね、この程度のおかまどこでビビってたら水商売なんかやっていけないわよ。水商売やってこうなんて全然思ってません。あ、そうだ、そうだ、ちょう、かちょうなんだ。もう私帰る。この人も話すから。ごきげんよう。ごきげんよう。はい、もしもし。はい、お世話になっております。はい、あ、そうなんですよ。いつもより明るめでお願いしたいと思いまして。はいはい、そうなんですよ。多少粒子が荒くても構いません。はい、手元に持ってる商品が鮮明に映ればいいんで。はい、そうですね。いや、なんでもないです。はい、あ、とりあえず後で伺いますので、それでは失礼します。セカラっすよ、文さん。あんたちょっと太ったんじゃないの。童貞じゃなくなったせいかしら。いいっすよ、その話は。よくないわよ。違うんですよ。言い訳はいいの。実は行けなかったんです。え、いや、確かにそういうことは一回あったんですけど、緊張してダメになったんです。あ、いや、ごめんごめん。まあ、彼女にはバレてないと思うんですけどね。とりあえず行くふりしたんで。嘘でしょ。いや、もう自分が情けなくて嫌になっちゃいましたよ。いや、そんなよくあることじゃない。あ、きっとね、相手が悪かったのよ。結構本気なんですけど。あら、残念。まあ、文さんとは気が合わなかったみたいですけど。そんなことないわよ。面白い子じゃない。そうなんすか。いや、それにしても不思議よね。あんたみたいに可愛くていい子がなんでそんな恵まれない性生活を送ってるのかしら。今までも付き合った子がいたんでしょ。まあ、わかった。まことちゃん優しいから、欲望のままに相手を押し倒したらきっと相手が傷つくと思うんでしょう。最近の若い子はみんなそうよね。人を傷つけたくない。なぜなら自分が傷つきたくないから。みんな傷つくことを恐れて臆病になってんのよね。私もね、昔はそうだったの。でもね、誰も傷つけないで、自分も傷つかないで大人になれると思ったら大間違いだぞ。うるせえよ。北見ちゃん、おかえりなさい。声でけえだよ、おっさん。もうその呼び方やめて、文ちゃんと呼んで。お前も大変だな、年中年寄りのお釜に迫られて。あんな、のんきに迫ろうとバカじゃないわよ。あ、それよりね、でも今日はいい話を持ってきたんだけど。どうせろくな話じゃないから代わりに聞いといて。今度は本当にいい話なの。こないだもそう言ってて猫刺しだったじゃねえかよ。しょうがないじゃん、あんたが猫嫌いとは知らなかったんだもん。
ねえ、どこ行くの？なんだよ、あのね、うちの店の常連さんで旅行雑誌の編集長やってる人がいるんだけども、専属カメラマンが辞めてね、困ってるっていうの。それで北見ちゃんのこと話してみたら、ぜひ専属でお願いしますって。すごいじゃないですか。じゃあお前やれ。北見さん、俺は人物しか興味ないの。それは分かってます。分かってんなら言うな。じゃあ、今度うちのマーキュリー撮ってよ。猫じゃねえか。違うわよ、あの子は私の大事な家族。分かったから、もう余計なおせっかいしないで、ね、相変わらずみたいで。明日にでももう一回話してみます。いいわよ、無理強いしてもしょうがないから。じゃあ北見ちゃん、またね。あ、俺も出ます。あ、そう、はい、じゃあそこまで一緒に行きましょうね。え、はい。一緒、はいね、いや一緒。ああ、若い男の匂いがする。ねえねえ、何度も聞いて悪いんだけど、男には興味ないわよね。ナイスナイス。わあ、ナイスなお返事。